さん、こんにちは。ロピーです。つわり友達チャンネルです。ヒアなんですけども、日本語をしゃべる動画作りたいと思います。でも私まだまだなんですけども、なんか変な日本語言ったらぜひぜひ教えてください。で、ヒアですね、料理作りたいと思います。何作ると思いますか？これです。バジルです。これ無料もらいました。で、バジルあるんでガパオライス作りたいと思います。皆さんどうやって作るのは最後まで動画見てください。早速さーっと最初食材紹介します。はい、これ卵、チリ、ニンニク、バジル、鶏肉、胡椒、ナンプラー、オイスターソースで、これサラダ油にあります。で、作り始めてなんですが、これチリとニンニクとちょっとだけバジルと胡椒で全部ミックスします。ミックスしました。ガパオライス作って始めます。最初ですね、フライパン温めます。で、サラダ油入れます。で、次はこのやつですね。なんかニンニク、ちょっとバジルとチリミックスしたのもの入れます。これちょっと少し炒めて、いいですね。鶏肉切れます。ナンパ入れます。次ですね、オイスターソース入れます。成です。完成です。終わったので食べます。いただきます。おいしい。うん。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。美味しい。本当に美味しい。食べる終わったよ。美味しかった。皆さんどうですか？私の作った農家パウライス、嘘ですか？美味しそうだったらぜひグッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さん最後までに見てくれてありがとうございました。ではじゃあね、またね、バイバイ。